ほら、いっぱいキャンピングカーあるよ。じゃあ行きましょう。次もバンクベッドのところに置いてですね、こっちは何も物置かずに行こうと思ってます。じゃあ今から息子の友達をですね合流させて、キャンプに行きたいと思います。ということで今から葉山の RV サイトに向かいたいと思います。やっとね Insta360RS1 インチとでワイヤレス Go 2を使い始めたので多少なりとも音声はだいぶ改善したんじゃないかなと思います。ということで子供たちは後ろで、ね、遊び始めてるので車に酔わなきゃいいんですけど、いや今日は念願のですねハッピーキャンさんで、ハッピーワンプラスですね、借りまして葉山の RV サイトに向かっております。でうちの子供と友達を一人連れてですね、向かってるんですけれども、まあ、僕も初のキャンピングカードライブということで若干緊張はしております。で今時速70キロぐらいなんですけど、まあ、これぐらいだったら割と安定して走ってるかなという感じですね。でちょっと70キロ超えてくると若干ブレがというか手が持ってかれそうになるのであんまりスピードは出さないようにしようと。まあ、ちょっとねやっぱりね軽のキャンピングカーはちょっと走行性能はまあそれなりですねはい。でもまあ思ったよりもなんていうのかな運転しづらいってこともないので、もうこれは快適に一応 RV サイトまでは行けるかなという感じですけど、ちょっと長時間これで長距離ドライブするのはちょっと辛いかなという気はします。キャンプ場まではここから1時間かかんないぐらいで着くんですけども、途中でなんかホームセンターとかでですねちょっと薪とかを調達していこうかなと思います。一応キャンプ場でも薪を予約はしているんですけども、まあ多分今日は4時ぐらいから10時ぐらいまでですね、焚き火をするつもりなんで、まあ、ある程度薪があった方がいいかなということで、薪をですねちょっと多めに調達しておきたいと思います。でせっかくねキャンピングカーなんで、まあ、あんまり凝ったことをせずに、例えばもう調理はほとんどカセットコンロでやっちゃおうとかで、もう作るものもねカレーとかラーメンとかそういうね単純なものを作ろうかなと思ってます。これうまく撮れてるかなちょっと心配ではあるんですけど、うまく撮れてればいいんですけど、あと音がねどれぐらいかですね、めちゃめちゃうるさいんで、やっぱりね軽トラベースなんでやっぱり音はねめちゃくちゃうるさいです。この代わりに低速のトルクもめちゃめちゃ出るんで、下がねしっかり力が出るんで、まあ、あのなかなか動かないみたいなことはないんでいいんですけど、やっぱりね高速域に行くとめちゃめちゃうるさいです。あと坂道登んないですね、やっぱ図体がパワーに対して図体が大きいんで全くパワーが出ません。まあ、なのでやっぱり軽のキャンピングカーはねゆっくりゆったり6、70キロぐらいで高速道路を走って行くしかないかなという気がします。まあ、キャンピングカーで車中泊するのずっと夢だったんで、それが今回叶う形になってよかったなと思います。はい、ということで横須賀に着きました。でこっから一回ホームセンターに寄って、それから葉山の RV サイトを行きたいと思います。スターフォレストだったかな確か。はい、今日はちょっと天気はね今日朝あんまりいいわけではないんですけど、まあ、キャンピングカーなんでね多少は雨が降ろうとも何であろうとも暑かろうと寒かろうと関係ないので、キャンピングカーをね雨なら雨でエンジョイしたいと思います。一応ね思ってるのが、まあ、今回はとりあえず焚き火がゆっくり今日できたらいいかなっていう感じで、あとはまあ子供たちもねどうせ2人で遊んでるだろうからゆっくり読書でもしようかなと思ってます。で、島中ホームズとりあえず行きましょうかね。今日は夜はなんかお惣菜とかを適当に買って、あとカレーをね食べようかなっていう感じで、で明日の朝はホットサンドを作る、まあ、そんな感じのね気楽な感じの車中泊旅をしております。ちょっとこういう坂道気使うのか、あとねブレーキがやっぱり
車体が重いんでなかなか効かないんで、早め早めにゆっくりゆっくりかけていかないといけない感じですね。スーパーに行きましょう。ここいるぐらいあるか、一応買っとこうか。ホットサンド作んないといけないからね。つまみチーズ、ということで食材を買い込みました。まあ主には飲み物ですけどね。いや、ちょっと島中ホームズで薪だけ調達していきたいと思います。はい、行こう。ちょっと薪と食器類を買っていこうかなと思います。今日はいらんか。じゃあ、いきますよ。ナイキさんは怖いな。思ったより長いんだよね、この車。じゃあ今日の行き先はスターフォレスト葉山です。こっからと乗ろうかな。15分、17分くらいですね。今時刻は15時19分ですね。まあキャンプ場に向かってるところ、キャンプ場というかね、 RV サイトに向かってるところなんですけども、家からね、多分普通に高速でドア2ドアで行ったら30分ぐらいで着ける場所なんで、もしかしたら車中泊とかじゃなくても一番近くてドリンクルスポットかもしれないなという気はします。横須賀の中心地からだと多分どんなもんかな、15分以内で着くんで、結構良さげな場所だったら車中泊じゃなくても今後も使ってみようかな。まあ、どれぐらいちょっとテントが張りやすいかなんですけどね。はい、塩入りのあたりですね。京急塩入駅の駅前の商店街です。昔横須賀で働いてたんで、横須賀で YRP ってところで働いてたんで、塩入も懐かしいですねって多分大半の人にはわけのわかんない話だと思うんですけど、5分10分で着くぐらいのところまで来ました。またちょっと田舎感がないんでどんなところなんやろな。まあ山はあるからとあの辺の山の中に入ったところにあるんだろう。楽しみです。スターフォレスト葉山で果たして星が見えるのかっていうね、謎はあるんですが、高速のインターチェンジからむちゃくちゃ近いってやるとこだから、余計な寄り道せずに買い物せずに来てれば高速道路降りて多分10分かからんぐらいで着く、下手したら5分ぐらいで着く距離ですね。ちょっと次からはもうちょっと荷物を減らしたりして、買い出しを事前に済ましたりして、まあ、来る時にはもう直通でインターチェンジから迎えるようにしたいですね。次回への反省にしたいと思います。目の前に見える高速道路が横横なんですけど、横須賀横浜横須賀道路かな、うん、の横須賀出口、横須賀葉山出口から、激地下ですよ、ここ。本当寄り道で1時間以上ロスしちゃったんで、ちょっともったいないことしましたね。ゆっくり2時ぐらいからチェックインしようと思ってたんですけど、もう3時半なんでね、1時間半ほどロスしてしまいました。残念です。
大阪橋入り口の手前にある場所でなんか薪売ってたんで、次薪買うときはそこで買っていってもいいかもしれないですね。ちょっと今回ガール V サイトで買える1000円の薪がどんなもんかっていうのを見て、あそこが別に割高じゃないんだったら、できるだけ RV サイト側の方で薪を買うようにして、で食材だけ持っていけばいいので、どういうふうに寄り道をせずにね来るかっていうのを真面目に考えないとなと。でチェックイン自体は2時からできるので、まあ2時に来て次の日の11時に出るっていうのが規定のルートですと。一応アーリーチェックイン、アーリーチェック、レートチェックアウトがあるので、1時間ずつぐらい、入りはなんか11時から OK みたいなんですけどね。だからまあ早めに来て次の日は12時までいてっていう感じになるんじゃないかなと思います。僕はといえば今回は15時40分ぐらいにチェックインをして、まあなぜね、キャンピングカーなんで設営がないんでね、別に多少遅く入ってもいいんですけど、キャンプで15時半スタートって、ね、結構やばいまあまだそうね、晩飯準備に、設営から晩飯の準備にすぐ入んないといけないってぐらいなんで、ゆっくりする時間なくなっちゃうんですけどね。まあキャンピングカーだったらそんなに時間をね気にする必要もないでしょうということで、まあこのままチェックインして速攻椅子とかだけ持ってきてるので、まあ椅子の設置ぐらいにして、あとは焚き火をゆっくり楽しもうかなと思います。もうあと 500m ぐらいで到着なんですけど、なるほどね、まあ超田舎っていうわけじゃないけど、一体どこだろうな。いよいよ到着のはずなんですが、まだ看板とか何もないんやな。新沢トンネルってところ近くなんですね。この角を抜けた先あたり、どこだ、ん、あれか、ここかな。終了します。よし、発見。よし、到着、到着しました。こんな感じのところみたいです。我々はね、ここではない場所に止めないといけないので、まずチェックインだけしたいと思います。じゃあ自分たちが泊まる方のサイトに行きましょう。ここだ、ここなのか。よし、到着。はい、到着しました、無事。多分ここで合ってるはず。で、ここを自由に使っていいはずです。ツリーハウスがあれこっちの方に行くと多分沢とかがある感じですね。おお、深い。結構沢深いですね。入れる？ああ、やっぱ入れないか。入れないようにはされてるんだね。あら、こっちにお地蔵さんがいる。へえ、ウッドデッキサイトがあるんだ、こっちには。これはこれで借りれんのよな、ここで。ここでええな、確かに。うわ、これいけるな、立ち木ハンモック貼れるな。よいしょ。結構いい眺めです。虫多いけど。じゃあ電気をもらいましょう。充電、ここにね、これをぶっ刺すんだよ。待って、ここって大
風呂あるのかな。おふシャワーがある。シャワー、うん、ここにいいブスって刺してやると電気がもらえます。イエーイ。でこれをクリックするとサイドオンリーっていうんですかね、風呂に出てきます。こんな感じでフェーブロットにつけることもできます。いい感じですね。うん、そんなに高くないからちょうど僕が持ってる椅子でいい感じにくつろげそうな雰囲気です。はい、巻き問題の結論ですね。薪はここで売ってるやつだけで十分です。1000円でめちゃめちゃ量があります。良心的。じゃあ簡単ですけど設営していきましょう。焚き火台と椅子だけなんですけどね、設営したいと思います。はい、とりあえずこれで設営は完了でいいんじゃないかなと思います。今から火をつけて焚き火を楽しもうかなと。今5時12分、まだねご飯にはちょっと早いんで先にこの辺を楽しもうかなと思います。焚き火とかする前に水を汲みに行かないと。給水ポイントがないのがちょっと厄介やな。ここはなんかないのかな、やり方。まあまあでもここは抜かれたな。ここの地元の不動産屋さんがやってる感じなんですかね。なかなかいい場所じゃないでしょうか。ちょっと車通りが多いのは難点ですが、まあそれ以外は非常にいいんじゃないでしょうか。自販機もあるからね。ここでやるんですか。ああ、あそこから給水ポイントがあったのか。トイレはここですね。トイレは管理棟の中に。ここは24時間空いてんのかな。はい、こちらがトイレです。なんかね、いろいろ入ってるんですよね、これ。針葉樹、広葉樹が多分混ざってるのと、火起こし用の子たちも入れてるんで、助かる。すごい、すごいいっぱい。まあ、ただ、着火用のやつあるんで、着火剤使っちゃいますけどね。はい、じゃあ、火つけまーす。まあ結構この薪も乾いてそうなんであっさり火がつくんじゃないかと思います。ちょっと今日皮膚希望とか持ってきてないんでね、余裕めでいきたいと思います。まあええ具合に火が上がってきてるんじゃないでしょうか。6月ともなると暑いから暖を取るって感じじゃないんですけど、じゃあちょっと焚き火を見ながらビールでもいただこうかなと思います。結構ね悪くない感じです。はあ、うまい。めっちゃうまい。冷凍庫に突っ込んでたんでキンキンに冷えててめっちゃうまいです。ちょっとご飯まではしばらくこのビールとつまみで過ごしたいと思います。今日もちょっと本読みながら焚き火見ながらビールを、今はビールですが明日にねお酒を残すわけにはいかないので、どこかのタイミングでコーヒーに切り替えますが、ちょっとまずはねしばらくどれぐらいやろ、12時間以上は運転しないので今はビールを飲んでます。はい、 AC 電源をもらっているので使いたい放題です。電気、クーラー、電子レンジ、テレビ使いたい放題です。電気もファンも使いたい放題です。はい、まあ何は当たり前のことってな感じですけど、電子レンジを使えるっていうのはすごいですね。ちょっと有線のですね
鍋を忘れてしまったんで、無理やりコールマンのこの夜間でやってるんですけど、まあ、なんとかなるでしょう。子供用のカレーに関してはこれで多分大丈夫。大人用のやつはね、レンジでチンすればいいので、いいと思います。結構暑いなと思ってたら、ちょっとファンを回すとされたんで、マックスファンを回し始めました。吸って外に出してくれてますね。もうちょっとやな。いやでも、すごい電子レンジ使えてるで。で、バッテリーは 100%。まあそりゃそうですよね。100V 外から取ってるんで、電子レンジも余裕で使えます。そして、カセットコンロもこのように、頑張ってくれております。すげえな。これでもあれやな、カセットコンロちょっと節約しないと明日、ホットサンド作れなくなっちゃうな。ご飯ができました。そしてカレーももうちょっとで生きていきます。で、今日はこのね、カツとかメンチカツを子供たちに乗せて食べさせてあげたいと思います。今、カツをチンしてます。で、カツができて、カレーをセットして子供たちに食わせたいと思います。よしよし。文明の力はすげえな。とりあえず、子供たち分のカレーができました。はい。最後は自分のカレーを作ってます。子供たちはね、外で食べてます。見えないか。できた。見栄えは全然。じゃあ、丸焼きで飯を食いたいと思います。子供たち、外のテーブルはあげたので、一人で中で食べます。うまいけど、快適すぎてキャンプ感がない。でも、いいです。車中泊飯って感じ。本当に子供がいなかったら、一人やったらね、もっと凝ったキャンプ飯作ってもよかったんですけど、ワンオペで子供二人見ながら三人分の飯作るのはね、やっぱちょっときついなというのがあるので、まあ、ちょっと今回はレトルトと惣菜でやらせていただきました。次はですね、ちゃんと自分で作りたいと思います。あるよ。美味しいですよね。うん。冷凍庫でちょっとキンキンに冷やしてるんで、めっちゃうまいです。はい、ご飯を食べてね、あとは焚き火を見ながらゆっくりと過ごしています。10時には焚き火をやめないといけないらしいので、結構ね薪が残っちゃってるんですよね。なんで明日の朝は焚き火しちゃダメらしいんで、ちょっとね焚き火が初日の4時ぐらいからで10時までっていうのが決まってるんで、ちょっとそういう制約が若干まあ、気になるところではあるんですけど、まあ、せっかくなんでね、10時まで焚き火をいっぱい楽しみたいと思います。はい、なかなかね車通りが多い場所なんで、そんなこうキャンプ来てるって感じじゃないんですけど、それでもですね、まあまあやっぱり空気も美味しいし、何よりこういいですね、キャンピングカーでキャンプしてるって感じがすげえ楽しいです。子供たちは車の中で遊んでますね。大人というか僕は焚き火を見ながらゆっくり過ごしたいと思います。つかここの薪めっちゃ燃えんねんけど、めっちゃええな。うん、ね、なんかログハウス、違うツリーハウスがあって、それを眺めながらずっと焚き火をやりつつ、もうちょっとだけビールを飲んでます。これが終わったらノンアルに切り替えてですね、あとあれですね、コーヒーも飲みたいな。焚き火見ながらコーヒー飲みながら読書をしたいと思います。いやー、焚き火10時までに終わらないといけないんですけど、まだもうね8時半なんですよね。だからこの調子でいくとね終わんないんで、ちょっとね薪を多めに入れて火力上げて10時まで終わるようなペースで炊いてます。キャンピングカーはええな、なんかちょっとしたこうグランピングって感じで、ね、アウトドアがそうでもない家族は中で楽しんで
アウトドアを楽しみたい疲れたおっさんは外で焚き火をしながら心を休めるといいな。結構キャンピングカーのキャンプねいいかもしれないですね。すっげえ楽しい。家族連れだとね結構気使うんですけどね、この子供たちが中で勝手に遊んでてくれる分になんか一人でこうやって焚き火ね見てられるのめっちゃいいっす。今からお風呂に、お風呂じゃないな、シャワー浴びに行こうと思います。このね、B サイトからは一回こう道を出てですね、向こう側の A サイト側の方に行くとシャワールームがあります。こっちの方がねおしゃれな感じなんですけど、ちょっとね焚き火ができる時間に制限があって、ちょっとその辺のボロボロと制約を嫌ってですね、B サイト側は今回は借りました。B サイトは駐車場ですけどね、なんかキャンピングカーで来るんだったら、車中泊やるんだったら RV サイトこっちの方がいいと思います。めっちゃおしゃれやなこっちは。こんな感じでハンモックがあります。そうそう、はい、シャワールーム、ここね結構綺麗なんで土足でいいのかな。シャワールームもね結構新しくて綺麗なんで、2つ新しいのがあって、で奥に1つ2つかな、古い感じのシャワールームがあります。なんかすごいこっちはほんまおしゃれに作られてるなって感じで、焚き火にこだわらないんだったらねこっちでも全然いいんですけど、ウッドデッキもあるし、なんか前評判であのウッドデッキじゃなくてなんかウッドチップみたいな感じみたいなのもあったので、それだったらいらんなと思ってたんですけど、完全に全部ウッドデッキになってますね。でここが共用スペースなんで、僕らの B サイト側でもここを使ってもいいっていう、ハンモックとベンチがあるサイトですね。でここの管理棟カフェが多分あんのかな、オフィスなのかカフェなのかちょっとわかんないですけどがあって、でここのトイレを24時間使うことができます。トイレがね綺麗なのは嬉しいですよね。で自販機、結構ここええな、なんか、まあ、平日やっていうのはあると思うんですけど、ちょっとこんなええ感じに使えんねやったら今後も定期的に来てみたいなと思います。滝沢ばっかり行ってたんでね、こうやって新しいところ開拓できるのはいいですね。キャンプしに来てもいいな、ここやったら。ちょっとウッドデッキサイトがいくらで借りれるかを調べて、今度ここにキャンプしに来てみたいと思います。キャンプウッドデッキやとあれかな、なんかちょっと焚き火に制限があるかもしれないね。はい、その後調べたところ、森林プライベートデッキサイトは7000円で1泊借りられることが分かりました。もちろん焚き火も OK です。あとは寝床の支度をして子供たちを寝かしつけたいと思います。で、とりあえずこれで、まあ、焚き火納めして、んで、まあ、子供たちもね、もう寝かしつけたんで、ゆっくり、ちょっと残り火でも見ながら、ボケーっとしましょうかねと思ってます。でさすがにねちょっと明日また運転するんで、オールフリーですね、ノンアルコールビールとか、まあ、あとはコーヒーとかね、そういうものを飲んで、まあしばらくはちょっと余裕をね冷まそうかなっていう感じです。これねまだ薪が残ってます。まあちょっとね開始が遅かったんで6時ぐらいから焚き火してたんですけど、全然6時10時やったら持っちゃったな。だから次来た時に薪を買うんやったらやっぱ4時からスタートして10時までやるって感じかな。で薪買いに行かんでよかったっていうね、結局さっき島地ホームズで買った薪全部無駄になったっていうか次回に回されることになったので、まあ
スターフォレストキャンプに来るときには薪は現地調達というかここでね買えば十分じゃなかろうかと思います。あとは食材だけで持ってくればあとは手持ちのやつでできちゃうんで、まあその辺が分かっただけでも、ね、今日は収穫かなと思います。どうしようかな、まだ眠くないからね、ちょっとぼちぼちブログでも書いてようか、何しようかって感じですね。まあ何もせずにボケっと森を眺めててもいいんですけど、みんなもそうそうこういう時間を過ごしに来てるんですよ。子供らが中で寝てるんでね、外でコーヒーを入れたいと思います。これだけコーヒーを飲んだら僕も中に入ろうかな。牛乳がねちょびっとだけ残ってるんでカフェオレにして飲みたいと思います。はい、ということでカフェオレを飲みながら読書をやりながらリクライニングチェアで足をしっかり伸ばしてですね、超リラックス姿勢で森の中の音を聞きながらですね、で空気を感じながら読書してます。うん、あ、美味しい、うん、まあ、そんな感じであと小1時間ぐらいで、ね、この深夜の森を堪能してコーヒーと読書楽しみたいと思います。はい、今バンクベッドで子供たちが寝ていて、まあ、僕もこの後ここで寝ようかなって感じです。まあ、いろんな主にスイッチとかがね充電されて、この、ね、充電が充実してるのはいいですよね。そして今はですね、あ、ファンが止まっちゃってる。窓を開けてクーラーを止めました。クーラーがね結構うるさいんですよねこいつ。なんで今はクーラーを止めて窓を完全開放にしてこのまま寝ようかなって感じです。ちょっとだけねパソコンで作業してます。ということで今ねこのまま下のベッドで寝ようかなと思います。それでは皆様おやすみなさい。おはようございます。じゃあちょっとね朝からめっちゃ雨で傘を持ってくるの忘れてたんで急遽ですね、今からコンビニに行きたいと思います。こういう移動がすぐできるのもねキャンピングカーのいいところです。外で設営したものだけ急ぎ片して今からコンビニに行きたいと思います。ちょっとねこの大雨はまあ想定外ではないんですけど、傘をまさか持ってきられると思わなかったんでちょっとねしくじりました。なんとか傘を確保して朝飯は全部あるんだけどなんか必要そうな物資があれば補給していこうかなと思います。今回お世話になったのがスターフォレスト葉山っていうねところなんですけど、結構いい感じでした。そんなにねむちゃくちゃ夜もうるさくなくて、車の上ちょっと多いかなっていうのはあるんですけど、まあ車のキャンピングカーなんか寝てる分には問題なかったです。でキャンピングカーも、ね、寝心地めっちゃ良かったので、もう普通に家の布団で寝てるのと変わらんぐらいです。なんで結構ねハッピーキャンで車中泊旅するとかは全然、ハッピーキャンじゃないな、ハッピーワンプラスで車中泊旅をするとかってのは全然ありなんじゃないかなと思いました。とりあえず一番近いコンビニがファミマらしいのでそこに向かってます。今で買い物を済ますことができました。キャンプ場に戻ってもうちょっとね昼の12時までゆっくりしていきたいと思います。ちょっとねカセットコンロが心もとなかったんですけど、コンビニでゲットできたのでこれで安心してですね朝の
ホットサンドが作れるというわけです。ということでもう一回ね、キャンプ場に戻って車を止めて、もうこの天気なんでね、外では過ごせないんで、車内でゆっくりまったり過ごしたいと思います。よいしょ。これをですね、ここに刺して OK。 ブレーカーは落ちないかな。よし、 OK。 6時39分です。まあ、7時過ぎまでね、ちょっとゆっくり過ごします。子供たちもここで遊んでるんで、コーヒーを飲みながらゆっくり過ごしたいと思います。はい、ホットサンドを作ります。よいしょ。どんなもんでしょうか。まだだね。ちょっと焦げ目ができてきた。よし、ぼちぼちいい具合でしょうか。よいしょ。お、こっちはいい感じ。こっちもいい感じ。ぼちぼちです。もうちょっとだけやりましょう。よし。おーい、ホットサンドできたよ。食べる？かなり雨強いですけど、焚き火ができない。焚き火を見ながらパソコンを触ったりとか本を読んだりして過ごしています。12時までここにいるんで、あと2時間半ですね。ここでゆっくりしたいと思います。読んでる本が宇住淳さんから聞こえてきました。学校 DX の物語、絶叫に負けない学校 DX の物語を読んでます。